どうも、いいです。ということで本日はついにスタンプマンのスタンプを全部集めに行こうかなと思います。解き明かしちゃいましょうか。あいつは一体何者なのか。これまでも1枚のスタンプカードを埋めるごとに報酬をもらっていたりとか、その度にスタンプマンからね、過去についての話とか、いろいろ教えてもらったりしていたんですが、やっぱまだ謎多き男ということで、まあ、今日それがね、すべて明らかになるといいですね。で、現在ですね、僕のスタンプカードの進捗具合は、こんな感じで残りね、4つになってます。なので、あと4つ、まあ探していくんですが、一応ねこのマップで集めたものを見ることができて、スタンプにチェック入れるとね、こんな感じでもう押してあるスタンプの場所はね、こんな感じで表示されるんですよね。これを頼りにまだ行ってないところとか、この辺りスタンプ全然ないなとかっていう怪しそうなところを探索していく感じになるのかな。だからちょっとここ行ってみるか。結構広い範囲まだ行ってないから、ちょっとここ行ってみようか。スタンプマン結構僕好きなんだよね。ああいうキャラすごい好きでさ。僕のね、実況動画の場合だとスタンプマン結構濃く出てくるよね。気になってる人も多いんじゃないかな、スタンプマン。で、スタンプマンのスタンプは基本的にはね、危ないところとかにはないから、まあ嘘なんだけどそれ。全然危ない場所にあったことも何回かあったんだけど、基本的にはね、こう多分目に見える場所にあるはずだから、フィールドをね、しっかり探していく感じにしようか。ありました！あった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 。一つ目ありました。ここどこだ？ああ、やっぱこの行ってないところにあったんだね。まず一つ目発見しました。おい。新しいスタンプはもう出てこないかな。全部で何種類ぐらいあった？ 5 種類ぐらいかな、多分。でもね、もう一個ぐらいはあってもおかしくないよね。こっちのあたりにね。ちょっとこのままじゃあ、右側どんどん寄ってっか。あ、これさ、ゾーラ川とか、その、ここが源流なんじゃない？こっから流れてきて、ゾーラ川。そしてこれが海に繋がってる。この上源流だな。ちょっと待って。じゃ、これだけ取って。ありがとうございます。ここがゾーラ川とかの源流。特になんもないか。スタンプマンもここまでは来てないみたいだね。うわー見て。こういうところにも洞窟あるよ。ちょっとこういう洞窟はさ、ピンしとっか。今後もしかしたらね、生配信とかで、力のかけらとか、宝箱とか、集めたりするかもしんないから、ちょっと洞窟は三角でピンしておこう。そして、今はここに来ました。一応この辺りの未開放エリアは全部開放できたけど、こっち側にはいなそうだね、スタンプマン。いないのか。なさそうだね。砂浜の方まで来ちゃったので。絶対もう一個ぐらいありそうなんだけどね。まあ、ちょっと一旦無視でいっか。そしたら次、この辺行ってみる。ここもまだね、ちょっと行ったことないね。さあ、マップだと、この辺りだね。あれかな？あ、見て！え？シトストーンの、雨降らせないバージョンがいる。嘘！ちょっと、可愛いじゃないの。借りさせて。ケロトーンを覚えた。大きな声で歌を歌うカエルのような魔物。歌声は他の敵を引きつけておとりになる。そうなんだ。カエル2種類いたんだ。こっちが雨を降らせて、こっちがおとりになってくれるカエル。知らんかった。マジか。あった。そして、ここはどこだ？あ、でもここあれか。ヘブラ山の水が流れ出て滝になってる場所だね。ありました。いいぞ。めっちゃ順調だ。ほい。さあ、チューチュートレインスタンプ。あと2つか。こっから本当にわからないんだけど、この辺りかな。この辺りマップ見れてないのと、あとこの辺りもまだ見れてないかな。ちょっと行ってみようか。さあ、マップだとこの辺りだね。ちょうどなんか、あれなんだ。木に囲まれて道っぽくなってるんだね、ここ。ありそうだな。ここ絶対1個あんな。あ、待って、宝箱がある。うん、お金、アイドルマグ。あー、ここら辺にはないか。そしたらちょっとこの上だね。そうだね。この辺りも行ったことないから。怪しいな、あの草。これ絶対に力のかけられでしょ。ちょっと集めとくか。これ絶対そうでしょ。だ、わかるね、やっぱり。怪しいやつはちゃんと怪しいね。あ、あった！ありました！いや、ここか。ハイリア湖の、ここちょうどなんか丘に挟まれたところ。あった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 。え、もうじゃあラスト1個だよ、これゲットしたら。ほい。おう、チューチュー。せめて最後のカードぐらいはね、いろんな種類で埋めたかったのに。さあ、ということで、ラスト残り1つになりました。これは難しいぞ。大変だぞ。うわ、これ僕見逃してたんだ。ジャーブール水器にもう一個ありました。最後の一個。大変だった。攻略に頼らず、ちゃんと自分の力で探したいと思ってさ、もう今30分以上探してたよ。ありました。ようやく最後の一個。ああ、もうほとんど無言になったから使えるところ何もないよ。さあ、ということで、じゃあラスト一つ、やっちゃいましょうか。何がもらえるのかと、スタンプマンの正体が明らかになるのかどうかと。あとはスタンプマンは、スタンプ全部溜まっちゃったら、どうするのか。ティアキンのカバンダだと、馬越えに行けば会えるみたいな。なんかそういうのがあるのかどうかとか、ちょっと気になるけど。さあ、行きます。調べる。おー、最後はグッジョブだ。グッジョブ。さあ、来るぞ。
待ってました。いやー、この影も見るの、これ最後か、この影。みんなちゃんと目に焼き付けといて。いやー、僕スタンプマン、生まれてこの方スタンプフォーエバー、ハイラルのスタンプレジェンドとは僕のことさ。ついに、ついについにスタンプフルコンプリート。まさか全部集めるなんて。ヒューヒュー、僕感動しちゃったよ。スタンプ台をいろんなところに設置するまで、魔物に襲われ、人に邪魔され、いろいろあったけど、君に遊びきってもらえて感謝感激。本当にサンキュースタンプ。思えば僕とスタンプの出会いは随分昔のことだったな。ある時ね、スタンプママが言ったんだ。お手伝いしたらスタンプを一つあげる、カードにスタンプ溜まったらご褒美ねって。僕お手伝い頑張ったよ。たくさん押して押して押しまくったよ。スタンプが増えるあの瞬間、今になっても忘れられないあの興奮、あの気持ちをいろんな人に味わってほしくて、僕スタンプラリーを開催したのさ。そのためにいっぱいスタンプ台を作って、スタンプ台を置くために世界中を飛び回って、全てはスタンプの楽しさをハイラルのみんなに味わってもらうためにね。スタンプ伝道師僕、ここにキアマレディ。ということで、じゃあ約束通りご褒美あげちゃいます。なんだろう、マジで想像がつかない。本当に怖いのがさ、僕持ち物リストのところ、ちょうど空き瓶が一つ余ってんの、枠が。まあ空き瓶じゃないだろうな。空き瓶だったらどうする。もうさすがにこれ沈めるか。すいません、受け取ります。いきます、せーの、ポン。おー、服だ、服だ。スタンプスーツを手に入れた。マジで、めちゃくちゃ嬉しいじゃん。マジ服ゲットできるんだ。スタンプマンから渡されたスタンプラリーをフルコンプリートした証。めちゃくちゃ、じゃあレア装備だよね、これ。これを着れば、今日から君も立派なスタンプガールさ。ふう、じゃあ、最後にあれやっておきますか。あれって言ったら、もちろん、僕がレッツって言ったら、君は元気よくスタンプラリーって答えてね。じゃあ行くよ。レッツスタンプラリー、ふう、オッケースタンプ。それじゃあまた、スタンプラリーの思い出忘れないでね。お、ということで、スタンプマン撃破、撃破じゃない。スタンプラリー全回収の報酬は、スタンプマンと一緒の服でしたね。ちょっと着替えてみましょうか。さあ、こちらでございます。かわいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ほんとだ、全く一緒だね。ちょっと横に立つか。さあ、あ、すごい、完璧に一緒だね。うん。帽子から服まで。これでじゃあ僕もスタンプガールか。でも、スタンプマンこれからどうすんだ、お前は。僕のあげた服着てくれてるんだね。うんうん、よく似合ってるよ。君は僕が認めたハイラルのスタンプガール。その服を着られるのはとっても名誉なことだよ。じゃあスタンプの素晴らしさをみんなに伝えて回ってね。おー、ちゃんとこの服で話しかけた時のリアクションもあるんだ。あ、そして待って、別の服で話しかけたら次はまた別の会話生まれた。どうしたの？僕のことが気になるのかい？じゃあ教えてあげよう。僕はスタンプマン。スタンプ大好き、スタンプマンさ。スタンプを押す、あの快感を知ってもらうために、スタンプラリーを始めたのさ。はい、話は終わり。もうそれただの自己紹介。おー、また別の会話生まれた。なんなんだこいつ。朝にスタンプ、昼にスタンプ、夜にスタンプ、徹夜でハンコ。スタンプは一日にしてならずだよ。スタンプは僕の生きがいなんだ。君にも伝わってほしいな。すごいいっぱい会話あるね。ポンポンポン。実はね、僕肩叩きもうまいんだよ。スタンプを押すようにコリをほぐすのがコツさ。物の基本はスタンプにあるね。お、いつものあれ言っちゃおうかな。僕がレッツって言ったら、君は元気よくスタンプラリーって答えてね。じゃあ行くよ、レッツ。いません。うー、オーケースタンプ。あれ、練習中かい？じゃあ僕も付き合ってあげるよ、レッツ。いません。うー、オーケースタンプ。あえて自分を通すのもスタンプだ。うー、レッツスタンプラリー、レッツスタンプラリー。君欲しがりだね。すごいよ、会話。会話尽きることないんだけど、スタンプマン。まだ何か妖怪？よし、じゃあもう一回やってあげよう。レッツ、スタンプラリー。どうしたの？僕のことが気になるのかい？じゃあ教えてあげよう。あ、これでループしたかな、会話。ループしましたね。じゃあちょっと一旦さ、ロードを挟んでみて、このスタンプマンがどうなるのかちょっと見てみようか。あ、いるいるいる。ずっといるじゃん、そこに。お、ちょっと今ですね、スタンプマンについて少し調べてみたら、どうやらクリア後、とある場所にスタンプマンが移動するみたい。それが、かかりこ村らしいんだよね。ちょっと行ってみようか。おそらく風車があるところかな。あ、ほんとだ！いる！スタンプマンいる！何してんの？あ、ね、見て見て見て。これでスタンプ押してたんだ、これ。ほら、ハンコある、ハンコ。あと、これはなんだ？写真かな？なんかペンキで自分の顔描いたんかな。フルーツとか置いてあったりとか。商売してんのかな。何してんだろう。スタンプカードめっちゃあるよ。会話はなんか新しいのあるか。いや、なさそうだね、会話は。さっき見たので全部かな。最後スタンプマンはここにいるんだ。じゃあいつでも会いに来れるね。
さあ、ということで、じゃあ今日の動画はここまでにしたいと思います。ついにスタンプマンもクリアしちゃったよ。もうスタンプマンがあったからこそなんか頑張れてた感じがするよね。ちょっと生きがいだったよね、スタンプね。もう次の生きがい何にすればいいの本当に。ということで、じゃあ今回の動画はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。すいません、ちょっと今日テンション高くて申し訳ない。ではまた次回の動画を見てください。バイバイ。